第1回広辞苑君たち何人ですか？日本人です。そうですね、日本人ということは正しい日本語を使わなければならない。今日は俺が広辞苑を用意した。この広辞苑に載っている正しい日本語の意味を答えなければならない。このクイズで一番得点が低かったものは漢検を取ってもらう。うわー、怖っ。マジでいらな、ほんとこの年でやばい。それでは第1問、右の意味を教えてください。やべえ、おお、右って何って聞いてんだ。大喜利レベルじゃん、もう。普通に。はい、できました。虫眼鏡さんから。左ではないが。思ったけど、マジこれ、本当だったら怒っちゃうよ。左の逆。思ったけど、本当、お箸を持つの。ほう。鈴木哲也さん、はい。この本を開いた時の表紙側の方。ボケすぎる。ボケすぎる。マジで、でもこれすごいわかりやすいじゃん。それはすごい。絶対にこっちじゃん。うん。全然わからなかった。人の体を半分に割った時の部分。はい。何これ。分けた時のまあ一つの部分で。どっち？どっち？左右に分けると思ってるの。正解いきます。はいはい。まず丸一。南を向いた時に西に当たる方向。ああ、すっげえ。ああ、それじゃん。それだそれだ。正解。正解。わかりやすい。正解、それそうだ。丸二、上位、上席。丸三、転じて優れた方。ああ。丸四、昔左右に分かれた感触の右の方。右の方って言ってるよ。右の方って言ってるよ。説明しろって言ったのに。誰かに点を与えるとしたら、これはですね、丸さん優れた方に当たるお箸を持つ方、トシさんに言ってんです。なんでこれいいの。第2問、はい、じゃあ面白い。面白い。じゃあ次は夢丸から。面白いとは笑顔。はい、哲也さんどうぞ。笑いの方じゃない方。いい意味で常軌を逸した様、変わっている。君面白い考えだねみたいな。そっちは面白い。続いて、おしみつさん。様子がおかしい様。ああ、おかしい。めしさんどうぞ。愉快に感じる、興味深い。ああ、では正解いきます。はい、はい。目の前が明るくなる感じを表すの原義で、目の前が広々と開けている感じ、愉快である、楽しい、一風変わっている、滑稽だ、おかしい。今なんか結構そうなんだ、この辺かしてたね。今回おかしい、変わっている。得点者、虫さんと哲也に1点。あああああ、トシミツに2点。イエーイ。なんでだよ。ああ、そういうものか。でもさ、多分あのおかしいってさ、違うおかしいよ、うん、ああ、そうなのかな。じゃあ俺のミスだ、今の減点。やったー。減点だ。何点減点ですか。まあ2点減点しておこう。わかった。じゃあ1点減点にする。甘すぎる。交渉に応じすぎ、あいつ。第3問、はい、重くろい。重くろい。何この言葉。頑張ってください。結構こいつふざけてますよ。ヒントです、この講師にふざけてます。はい、できました。じゃあ虫さんからどうぞ。いや、僕はあの面白いと関係ないと思いました。表ってのは顔っていうんですから、肌が黒いって言うんだから。あー、なるほどね。もやもやする感じ、イライラ、絶望にまみれてる。絶望する感じ、悪い人の様。あー、一緒で。それでは正解、面白いを戯れに反対に言ったもので、面白いと同義。はぁクソ、つまらんくね。イライラ。じゃあ続いて、シンプルな問題ですね。神、神様の神です。うわぁ、スピリチュアルだな、問題。そうなんですよ。ブラックエスリーの裏星。デンデのこと。皆さん受けましたか。ダメダメ。じゃあ次は夢丸さんからどうぞ。人が信じるもの、教えを説く人。哲也さん、人知を超えた存在。ありそう、ありそう、ありそう。崇める存在、すべての頂点に君臨する存在。心のやりどころとするもの、信仰の対象。信仰の対象、信仰あると思う。正解ですよ。いきます。人間を超越した威力を持つ隠れた存在、人知をもって測ることのできない能力を持ち、人類に家福を下ろすと考えられる異例。哲也さん正解。すげー、大セレビが今超えた。大セレビが2ポイントでやった。もらえるな。ちょっと1ポイントちょうだい。はちょっと僕で今のじゃんけん勝ったのに1ポイントくれ。1ポイントだけど。じゃんけんぽい。やった1ポイント。やったなんでだよ、負けた。はい、じゃあ右から2220でございます。ないぞ。なんだこのシステム。ゆうまる、どんな問題がいい。はい、第5問、ゆうまるに決めてもらいます。骨、骨。第5問、骨です。書き終わりましたね、はい、じゃあ、ミシさんからどうぞ。人体を支え、関節と関節をつなぐ。やっぱそういうことか。人の体を支えてるもの。バカめ、骨があるのは人体だけじゃねえぜ。脊椎動物の体を支える。あまたは根性のこと。カルシウムで構成される人体の一部、骨格を構成する一部、うん、はい、正解いきます。脊椎動物の骨格を構成する個々の部分、結合組織の一致で、細胞間物質やカルシウム塩を含み、課題。得点者、夢丸2点。おー、1点。
まさかの鉄夢が取れるとは。鉄夢は上手だね。最終問題、最終問題は愛です。おりゃー、はい。誰だ今編集したの。はい、全然できました。はい、じゃあトシミス、信頼を超えた者同士に生まれる感情、同士どうですかね。どう今限定じゃないですか。違う違う。次僕いいですか。どうぞ。異性または同性の間で生まれる感情。あー、ちょっとそれふわっとしすぎ説あるな。幸せを願う感情、恋の上位互換。CD の名前みたいな。愛おしく思う気持ち。うわー、愛使ってくるんだ。そう。では発表します。はい。親兄弟の慈しみ合う心、広く人間や生物への思いやり、男女間の相手を慕う情、恋、可愛がること、大切にすること。うわー、俺それ最初に言ってた。可愛がること。それでは罰ゲームを受ける人はなし。おー、全員愛は知ってます。やったー、やったー。全部動かして合ってる。罰ゲームなしっていう重黒くない結果でしたけど、うん、まあこれもまた愛ということで。それはそうそう。としみつさん、クリスマスの予定は？なんもないっすよ。ないっすよね。今んとこないですね。結構最近どうするクリスマスやばいよねってずっと話してる。うちのドンキでツリー見てね。あ、そう、大根もう大はしゃぎ。うわー、ムラムラするね。クリスマスじゃないってこれ家置く、家置いちゃうこれっつって、サンタのコスプレ買っとく一応。そう、女の子のやつ買っとくって。YouTuber はね、あってもね、別に何も回らないんです。そう、これ撮影で結局使わなかったからさ、着てみるって言えるのよ。やべえ、今これ見てる人だったら絶対もう使えなかった。確かに終わった。以上。